はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、久しぶりにもんじゃ焼きにしてみました。この月島もんじゃ焼き材料セット、これをベースにして、あと足りないね、お好みの具材、自分の好きな具材ちょっと入れたりしながらね、もんじゃ焼きやっていきたいと思います。今日はね、普通のこのソースのもんじゃに、これね、これおでん用の牛すじなんですけども、気分さんのこれを入れて、牛すじもんじゃと、あとキムチをね、用意してあるんで、キムチもんじゃ、それとあと多分動画は尺が足りなくなって動画で紹介できないかもしれないんですけども、カレーもんじゃね、やっていきたいなと思ってます。これも3本あるんで、牛すじ3本あるんで、牛すじもんじゃと、キムチ牛すじもんじゃとカレー牛すじもんじゃ、3回にこう分けてね、やっていければなと思ってます。ではじゃあちょっと火つけてね、ちょっと多分今日動画の尺少しいつもよりは長くなるかもしれないんで、まあ飛ばし飛ばしでご覧いただければと思います。ではこれで油を引いてね、先にちょっともんじゃ焼いてから乾杯したいと思います。時間かかるんでね。よいしょ。そしたらどうかな、いいかな。これさっきの月島もんじゃの具材にプラス、まあキャベツとかも入ってますけども、豚のひき肉 50g とあとコーンが入ってます。で青のりを追加してます。で、あ、そうそう、揚げ玉入ってきてるんですけども、揚げ玉もね、これね、セットについてきてるんですけど、揚げ玉は半分だけにしてしました。なんか全部入れるとちょっとね、多いかなと思ったんで、もうちょっと入れてるかな。これで、火力強いかな。この辺ちょっと具材寂しいな。ね。これで、あ、火強いのかな。牛すじも入れちゃおう。牛すじ1本入れます。牛すじ、あ、ちょっとね、申し訳ない、ちょっとね、ちゃんと手きれいに洗ってあるんでね、自分で食べるもんなんで、ちょっと手で失礼させていただきます。取れないんでね、くっついて、よいしょ。これでちょっと待ってね、手拭くんで、ちゃんとね、この除菌のウェットティッシュできれいに拭いてね、よいしょ。うわー、結構いってるな、急がないとダメだな。じゃあね、01ノンアル、今日はこれに焼酎入れてやっていきたいと思います。急がないと焦げちゃうんで、で、焼酎はまた大五郎ね、中身大五郎入ってます。混ぜて、では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。今日のシワシワはこんな感じですね。こんな感じで、ではお先に失礼していただきたいと思います。ではシワシワで乾杯、いただきます。
これあのソースもねあのちゃんとこのセットに付属してくるんですけど、多分ねこの付属のソースだけだと味若干薄いんじゃないかと思うんで、ウスターソースでいいんで、ウスターソースを少し入れてやればいいと思います。でだんだんね水気が飛んで煮詰まってくるんで、あんまりウスターソース入れると最後の方ねちょっとしょっぱくなるんで、それは加減した方がいいと思います。まだ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 ですね。では何食べるの、今日はもんじゃとあのごぼうとこんにゃく煮が冷蔵庫に入ってたんで持ってきたんですけどもね、あとはサラダぐらいしかないんで、どうしよう、これ食べてみましょうかね。じゃあ生協さんのごぼうとこんにゃく煮、もうお皿にも入れずにもう直接持ってきました。もうね、分かりやすいかと思って、この方が。ではなんかこんなんですね。じゃあごぼういただいて、うん、うわカツオがすごいついてる、こんにゃくね、うん、ではちょっとシュワシュワいただいて、今日もまたずっと雨でしたね、青森は。いつ晴れるんだか、日曜日くらいには晴れんのかな。明日は曇りみたいだの予報だったけど、どうなるか分かんないし、ちょっとね最後雪降る前にバイクでちょっと出かけたいんですけども、なかなかねお天気が良くなってくれなくて、だいぶもうこのぐらいで食べられるのは食べられると思うんですけども、もうちょっとの方がいいかな、もうちょっとやった方がいいかな、ちょっとまだ緩いかな。どうかな、あーいいかな、もうだいぶね、牛すじ、ちょっと私剥がしの使い方下手なんで、本当はねこうプッてこうくっつける、こうやってプッてこうくっつけるんですけど、あんまり上手にできないもんで申し訳ないです。ではこれ牛すじね、さっきのおでんの牛すじからいただきます。うん、あうまっ、プルプル、今日はベビースター忘れちゃったんですよね。またベビースターも入れたかったんですけど、ね、これも牛すじ、あっ、うん、止まんない、おいしい、焦げちゃうんでちょっと火止めましたけども、この辺お焦げ取れるかな、あほら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 、お焦げほら、わかるかな、このお焦げ、おせんべい、うん、おいしい、
これがまたね、もんじゃの美味しいところですよね、このおこげね。いつもよりペースが早い。焼酎入れて、じゃあ一回ちょっと置いときたいと思います。ではじゃあもう一回火つけて、油引いた方がいいかな。ちょっと、もうこびりついちゃって取れないんでね。ではもう一回。で、2回目はキムチもんじゃにしたいんでね、キムチを入れます。プチコクうま、このパック1つ入れればでちょうどいいんじゃないかな。で、牛すじも1本。よいしょ、牛すじね。これは手でやんなくても取れるかな。あ、取れそうだけど。ちょっと、溶けて、あ、熱が取ってくればばらけるかな。ちょっとまだ、硬いですけどね。この間にサラダいただこうかね。野菜サラダ、いつもの野菜サラダ。よいしょ、ね、リケンさんの癖になるマッシュのドレッシング。で、エバラさんの玉ねぎのタレ。よいしょ、もうこれで終わり。ちょびっとしか入ってなかった。ではサラダをいただいて、トマトからね。あー、くっついちゃって。あー、トマトからいただきます。今日のサラダは昨日の焼肉で余ったサンチュ使って作りました。この葉っぱサンチュ、あー、こぼれた。サンチュね、使って作りました。だいぶ寒くなってきたんでね、水が冷たくて、もうサラダ作るのに手がかじかんできちゃって、もうね、サラダはもうね、洗い物はお湯でできるからいいんですけども、サラダはお湯で作るわけがないんで、水でね使って作るともう手が冷たいですね。もう
うん、トマト、なんか今年は秋が短い気するな、なんかね、秋が短くてもう一足飛びに冬が来そうな感じしますよ。あ、やっぱりこれもソースちょっと入れないと味薄そうだな。ウスター東京以外だと、まあ青森あたりでもこういうねもんじゃ焼きの素を売ってますけども、なかなか家で作って食べる人って少ないかもしれないですよね。東京だとねもんじゃ屋さんあちこちにありますけどもね、うん、ではじゃあちょっとね待ってる間の時間がもったいないんで、ちょっとよいしょ、氷をして日本酒も持ってきてるんだけど、まあいいか。ブラックニッカのリッチブレンド、ちょっとね昨日はウイスキーは少しセーブしましたけどね、いただきます。リッチブレンドとハイニッカとブラックニッカ、このあたりだいたい値段一緒なんですよね。なんでやっぱり味ちょっと飲み比べとかしてみたいですけどね、だいたい価格帯一緒で味がどう違うのかっていうのをちょっと興味ありますよね。うん、ではじゃあなかなかまだね火が通らないで、またこんにゃく食べようかな。ごぼうこんにゃく、ごぼう、こんにゃく、で、ちょっぱり瓶のちょっぱり、弘前の地だって緑化酒造さんのねちょっぱりいただきたいと思います。やっぱ今日はちょっと動画の尺長くなりそうですね。じゃあちょっぱりいただいて、うん、おいしいな。瓶のちょっぱりの方がやっぱり若干高いのかな、紙パックのちょっぱりより。ちゃんと計算してみないと分かんないけど、うん、計算してそれほど違わないんだったら瓶のちょっぱりの方がいいかもしれない。ではね、アップだと湯気でなんか見えなくなっちゃうんで、引きでちょっとねまた撮りたいと思います。さっき撮ってたんですけどもね、録画ボタンを押すのを忘れてて、もう一回改めてねちょっと今撮ってますけども、牛すじ、このプルプルの牛すじ、え、わかるかな、牛すじね、いただきます。
プルプル。ではね、あとは皆さんのあの晩酌動画とかあのキャンプ動画とかなんか見ながらね、晩酌続きやっていきたいと思います。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。また明日動画編集してアップしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。ちょっと今日長くなっちゃったかもしれないね、申し訳ないですけども、ではシュワシュワ最後にいただいて